でで。アルストツカに栄光あれ。ペーパーズプリーズ第7話、7回目ですね、今回で。前回ですね、だいぶ仕事に慣れてきたんですけど、あのテロ組織がちょいちょいちょっかい出してきて、もう早く捕まえればいいのになって、思いますけども。さあ、今回でもう何日目だ、デイ18日目ですね。こっから行くか。もうひたすらこれどうなんだろうね、いつまで働き続けなきゃいけないんでしょうね。はい、やっていきましょう。貯金がだいぶね、ちょっと余裕ができてきてるので、どうしようかな。あの部屋改造しちゃう、ちょっとお金に余裕が出てきたので、次ちょっとあれですね、部屋改造しちゃおうかな。はい、インポール、不当な貿易規制に不満表明。はい、おはようございます。新世界図、国際報道誌からの批判の影響により審査手順に変更が生じた。入国拒否の際は拒否事由の押印が義務付けられる。入国拒否の際は入国を拒否するときに何か理由をつけなきゃダメってこと、押印しなきゃいけないってことか。新たなコンピュータシステムが導入された。矛盾を問い出すことで、拒否事由スタンプを使用することができる。ん？なんや、拒否事由スタンプは最初の審問より使用可能となる。入国者を拒否する際は入国拒否スタンプ及び拒否自由スタンプの双方を押印すること。矛盾が解決した場合、拒否自由スタンプが出ていても入国許可の押印が可能。アルストツカエコアレ。はい、というわけでなんかめんどくさくなってきたぞ。これは武器ですね、前回使ったんだけど、あの動画見返してなんでしょうね、俺の弾当たってたのかっていうね。あの血流してたからな。でも報酬もらったんで当たってたんでしょうかね。はい、指名手配犯、前回あんまり出てこなかったので今回出てくると思うんだよね。はい、あとはその拒否自由なんちゃらってのはスタンプなんて ないけど、ちょっとやってみないとわからんな。はい、じゃあやっていきましょう。はい、おはようございます。一人目どうぞ。はい、おはよう。アルストツカ人バーントン地区。はい顔ちげえだろお前。写真と違うね。それは私、あ、自由スタンプが出たね、ここに。本当にあなたですか？違うじゃねえかよ。これ違うよね。何のことだが。はい。出て。次。
12ヶ月、就労、会計士、やべ、パスポートないっすよね。パスポートなんですか？これ。おお、これを押して、これ押すってこと？パスポートないんでっていうことか。あと一個。やべ。拒否？どういう理由で？クソだな。ふざけんな。パスポートはいるだろ。ひでえな、ほんとに。アルストツカ人ですね。いいピラノトだな。あの試合覚えてるよ。白熱したな。体重、身長は合ってるね。大丈夫かな、この人。ファーデスト地区。ちょっと一応見ますか。ファーデストありますね。はい。OK。ワールストつかにえゴーアレゴーアルスキッカーズ。90日？ 90 日観光だっけ今。観光ね。嘘、身長わかりづれえのこれ。16、名前、期限、大丈夫っすか？これは大丈夫。就労ですね。半月。おっと。違うじゃん。半月っつってたよな。1年になってるか？長さ違うよ。あ、1年ね。OK です。85キロ184センチか、これ。かな？期限は？危ねえ、ギリ。あとは、ここも見ていかないとね。期限は？会計士、名前は？オッケー。インポール、廃藩？廃藩ありますね。いや、見るとこいっぱいですよ。大丈夫だよ。拒否るときに理由コードいるんだよね。理由のハンコが。グレートラピット移住。あ？お前、なんか怪しいぞ。なんかすげえ喋ってきたな。男。大丈夫。大丈夫ですね。マークも大丈夫だよね、これ。頑張って。私はまたやりたいと思わないがね。怪しいな、こいつ。あ、大丈夫か。仕事ですか。
3ヶ月、就労3ヶ月で、まず体重193、視力良好？ それ特徴なの？そろそろ落とし穴がありそうな気がするんだが、期日は大丈夫かな？マークこれ合ってたっけ？サービス業？グロリアン？アンテグリアのグロリアン。ありますね。大丈夫だな。はい、気をつけていってらっしゃい。指名手配犯出てこないな。次。これラストかな。仕事をしに来た。1ヶ月、就労い。あ、まただ。ちょっ。早く。よし。危ねえ、爆弾投げかけた。テロリストの襲撃により本日の業務中断。精密狙撃手当20円でかっ。拘束手当10円。明日は息子の誕生日だ。高級クレヨンセットを欲しがっている。あー、息子のためにあげよう。買ってやろう。高級クレヨンセットってあれでしょ、もうものすごい色の種類があるやつじゃない？まあ、確かにちっちゃい時は欲しかったかもしれん。そうか、息子よ、買ってあげよう。貯金は減るが、改良はちょっと置いときましょうかね。これでいいかな。ちょっと削る？食器削るか。インポール貿易制裁を開始。何やら物騒ですな。さあ、19日目かな。こいつなんだっけ、友達。友達来たな、今。昨日はありがとう。僕の腕も落ちたもんだよ。あ、それだけを言いに来たのかい。なんかいいやつだな。審査官に次ぐ、インポールはアルストツクからの輸入を全面規制した。貿易省の要請により、入管省はこの侵害行為に対し制裁を発動する。インポールからの入国者は全て拒否。アルストツクに栄光あれ。インポールは拒否ね。理由もつけなきゃいかんのかな。指名手配犯来ませんね。オッケー。よし、今日うまくやるぞ。昨日は一回だけミスったよね。ただ見るとこ多すぎてちょっと数がこなせないから、ちょっとインポールっすね。入国できないっす。理由もつけてあげた方がいいのかな。すまんね、入国禁じられてます、すみません。次、こんな感じかな。オブリスタン人乗り継ぎ半月乗り継ぎでね。 OK。 パスポート番号、名前は？わかりづれー。オリバーさん。OKOK。期日も OK で、あとは身長体重は173センチの82キロ。期日 OK。ローンダズ。
ブリスタン、ローンダーズ、ありますね。OK ですね、この人。はい。良い旅を。次。あなたの私ニルスク出身、あれ、お父様と何でも一緒に働いた、あんなちっちゃな悪ガキだったのにね。あら、お知り合いですか。私は覚えてないな。ファーデスト大丈夫っすね。身長体重 OK。 ちょっとでかくないかこれ。1か。 OK、 失礼。大丈夫だね、この人。名前はオルガさん。 OK、 そうですか。ニルスクに戻ったら元気にやってると伝えておくわ。お願いしますね。はい、次。コレチア人で乗り継ぎ2週間。乗り継ぎ2週間。OK。期日 OK。パスポート番号は。OK。名前も OK。これも OK かな。78キロ、178センチ。ちょっとでかくない？なんかわかりづらいよ、これ。一致だね。指名手配犯でもない。メルジェロス。コレチア。はぁ。騙されんぞ、俺は。パスポートに誤った情報が記載されてます。さあね。拘束しちゃった方がいいよな。お金もらえるし。ちょっと裏で確認してください。次。はい、出ましたよ皆さん。こいつ指名手配犯ですよ。どうせじゃなきゃ後悔すると。こいつさ、爆弾置いてったやつじゃない。拘束。次。いいぞいいぞ、調子いいぞ。はい、書類出してね。メルジェロス・オブリスタン2週間。ね、ありますね。これは16インチ、78キロ、176センチ。でいいのかこれ。単発。2週間観光って言った。うん、OK。マークは OK。あとは、パスポート番号と、期日が、違いますね。期限切れですよ。リーズンをして、期限切れなので帰ってくる。次。あれ、ジョージ？また来たぞ。ちゃんと全部用意した。お前とはたくさん会ってるな。もはや親友さ。ジョージ。ジョージ、ちょっと待て。ジョージさ、これ、ちょっと、まあ聞いてよ。神さん料理下手なんだ。でも食べないと怒る。ちょっと、取らせて。おっと、多分あんたこれは気に入らないな。いやいやいや、ちょっと写真撮らせてね。ジョージ。これはなんだい、ジョージ。これはちょっといただけんぞ。これなんですか？薬。ちょっと副業があるんだ。通してくれたらいいものやる。いいもの？ 10 クレジット。新規のハンコ1個で10クレット。もらっとく？ジョージはちょっと通してやるか。友達だし。わかったよ、ジョージ。目つぶっといてやる。またちょくちょく来る。ジョージは通す。罰金いくら？罰金なしなんだ。じゃあいいよね、別に。
外交官？はい。はい。外交官マーク大丈夫かな？こんなんだっけ？大丈夫そうですね。本当か？次。やりそう。大丈夫か？仕事をしに来た。6ヶ月。就労で、オブリスタン。あれ、どっからだっけ？インポール人だもんね。オッケーオッケー。あと、これで、期日大丈夫か？マーク大丈夫。あれ？あれがないぞ。いや、ちょっと見えない。なんだっけ？これこれこれ。なんだ、出せよ。100キロ。183？口ひげ。オッケー。大丈夫かな？スカール？スカールあったよね。OK だね。大丈夫だな。はい。わあ、書類多いな。あ、終わった。いや、でも、頑張ったよね。うわ。お、職場に飾れる絵を息子が描いてくれた。あ、クレヨンで？いや、ありがとうね。9人やってるよ。で、賄賂ももらったから、でかいぞ。これ、ジョージからもらったやつだね。このまま行くか。帰りは行くか。スペースキーで調査モードに切り替える。ボタン押すからいいや。腹減ってシックなんで、これでちょっと行きます。さあ、19日目が終わりました。インポール制裁処置解除。なぜ急に？ すごい目まぐるしいな、外交が。 待て、なんか来た。なんか来たよね、これ。偉い人か？あ、息子の絵。アルストスカヒーロー、パパ。壁にかけれるよ。だって、かけてやろう。ちょ、かけてお。おはようございます。わざわざここに出向くのは早すぎたな。この検問所の空気は吐き気がする。ここにかかってるゴミは何だ？この壁は公式な症状専用だ。違反行為の罰金。え？もらいました。私の古い友人が訪ねてくる。何？ピエール・ソバ。アルストつかねえ、壊れ。この人、ピエール・ソブスカさんね。ソブスカ、ピエール・ソブスカを通す。なんか怒られたな。罰金とか言ったな。アルストつかヒーロー、これ息子のやつかけときたいんだよね。賞状もらいましたね。表彰、評価、量。ちょっとかけておこうか。OK、始めましょうか。インポールは不当な規制を解除したインポール人の入国を許可する。ワルフト作るに1個ある。さっきのお偉いさんか。よし。じゃあ、やっていきましょう。どうぞ。これさ、やってるときは貼っとこうか、ここに。目的は？仕事？ 12 週間。3、4、12。OK。
85キロの78センチ。期限も合ってる。これは OK。で、パスポート番号は合ってる。コレチア・ベドール？イヴァン、コレチア・ベドール。ベドールありますね。あとは、期日も大丈夫。こいつ大丈夫だな。うん、はい。アルストツカに栄光あれ。次大丈夫だよね。よし。あー、また来やがったこいつ。イジック阻止しねばならぬ。アンテグリアリ、殺し屋が来る。彼の名はなんとかイストム。忘れるな。いやいや、お前知らねえよ。なんだこれ、なんだこれ。粉に触れるな。パスポートの薄い。やだよもうこれ。関わらないもう。ただの観光ですか。2ヶ月。OK。期日 OK。パスポート番号は ?OK。1、これも OK。63キロ179センチ。リパブリアのレズラナーディ。ありますね。これ大丈夫ですね。絶対大丈夫。うん。はい、いってらっしゃい。次。これなんかやだな。お、これってマークが、これなんか怪しくね。大丈夫なんだ。大丈夫か。失礼。大丈夫っすね。うん。はい。大丈夫か。いやー、やっぱそうだ。なんで関連せないで出たんだろう。何こいつは。いやいや、もう こういつもういろいろ足んねんだよお前。いろいろ足りません。え、入国する権利？だったら必要な書類をちゃんと用意してきてください。アシストメント。クソ。言いたい放題だな。ダンテグリア。観光に来ただけ。2週間。技術 OK。パスポート番号は OK。うん、大丈夫っすね。丸なろ？ちょっと待った、丸メロじゃなかったっけ。アンテグリア、ほら違うだろこれ。誤りがあるよ。何を言ってやるの。高速、高速できるやつは高速。ちょっと裏で話してください。次。はい、書類を見してね。移住っすか。
期日は OK。パスポート番号 OK。名前、男。マークも OK。身長、体重。身長はちょっとよくわかんねえんだけど。大丈夫そうだな。インポール廃反ありますね。OK。アルト使わないか。友人に会いに来た。4週間。パス番号。OK。男。アンテのグロリアン。身長、体重、OK、期日も OK、OK だな。OK すぎて怖いな。待った。大丈夫だね。はい。いいよ、いいペース。アルタン地区なんてありましたっけな。アルタン地区ありましたね。失礼。50キロ、159。おや？お前、ちょっと身長が違うね。多分靴が違うから。怪しいね。靴が違うって。そんなに、ほらな。もう明らかに違いますよね。な、身元が一致しないよ。盗賊。はい、次。早く開けろ。ちょっと裏で話してください。はい、次。次でラストかな。こんにちは。グロリアンで、観光1ヶ月。あ、こいつ通せっつってるやつじゃないの。はい。無条件通します。なんか、お偉いが通せって言った人ですよね。これでラストか。この人通せっつってた人だよな。レンリーフォルマ地区。いますね。パラディズナ。お前、体重ちげえんだけど。絶対これ、なんか持ってる系なんで、ちょっと用意しよっか。なんだこれは、お前。え？はい。よし、これで今日は終わりっすね。これ、無効なんだっけ？確か。はい、20日目が終わりました。罰金20とかでかくね？ひどいなこれ。マジか。まあしょうがねえ。はい、20日目を終えて、見てください。11人やってますよ。で、ミスは1回。でも、そのミスも、全然気づけてたんで、まあいいかなと。ただ、これは解せぬな。息子の絵を飾ってただけなのに。まあ、しょうがねえ。まあ、拘束手当もいただいて、いい感じですよね。はい、というわけで20日目を終えて、今回はここまでにしたいと思います。さあ、この先どうなるんでしょうね。何日目までやるんだろう。まあ、ちょっと気になりますけども、またね、なんか組織がちょいちょい絡んできてるんで、ガン無視でいきたいと思います。
はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。それではまたね、バイバーイ。